ヤッホー、レナです。こんにちは。ということで、今日はですね、初のタイミー。タイミーって知ってる？みんな。初のですね、倉庫バイトです。単発バイトってやつ。暑そんでやばい、今日めっちゃ暑いんだけど死ぬ。今日は倉庫に行きます。倉庫で働きます。ドキドキしてます。怖いんだけど、普通に考えて。なんかタイミーって知ってる？みんな。ちょっとね、とりあえずその倉庫バイトに行くので、ちょっと軽くね、どうなんでしょうか。めっちゃ汗をかいたりするんでしょうか。軽くメイクをして、なんかそんなね、もうがっつり、もうファンデとかもそんながっつり塗らなくていいのではないかっていう感じがしてます。とりあえずなんか隠したいところだけ隠して。どうせ汗かくよね。だって今この洗面所でもう暑いもん。うわー、暑くないといいな。しんどいな、暑かったら。常温がいいな、常温が。まあクマもあったっていいよな、別に。倉庫での作業にクマあったっていいだろ、別に。軽くだけちょっとやっとこう。で、二重はいいか。二重はいいよな。二重はいいでしょう。ちょっと軽メイク。でもなんかさ、いやなんかちょっとギャルっぽくしようとしたの、レナ。なんかやっぱ倉庫、なんかギャルっぽいのかなって思ったんだけど、シェーディング、逆にシェーディングするわ。まあでも軽くでいいや。セザンヌのなんかね、この色いいんだよね。ナチュラルマットシェーディングフォームスン、なんかちょっとグレーベージュみたいな。もうないですね。んで、白のあのリキッドタイプのアイシャドウにします。ちょっと落ちづらいんじゃないのって。がっつりアイホールに入れちゃいましょう。綺麗だよね、これ。こういうオレンジゴールドみたいな色大好き。レナ、二重ちゃんと作らなかったこと後悔しそう。下にも軽くつけて、そんで先リップ塗るか。リップはこれ、ロム&のマット。だからね、塗り直せないから濃く塗っとく。このままチークもね。もう昨日さ、寝落ち配信しててさ、3時まで編集して7時には起きるって言ってたの。9時半に起きた。寝落ち配信一生つながってたんだけど、しかもさ、配信見直したらさ、めっちゃアラーム鳴ってんの。アラームはバッチリ鳴って、アラームであんなになったのに起きれなかったの。怖くない？普通に。ちょっと季節外れだけど、エチュードハウスのこのブラウン系のメープル、これのね、この濃い色が良くて、これを目尻に。だからバッチリ寝たおかげで結構ね、調子は上がってる。涙袋の下、ここにね、もう同じ色で、濃い色で影をつけちゃいます。で、筆の柄で軽く線を伸ばす。オッケー。で、このベージュで涙袋を軽く入れます。で、ゴールド、白系のゴールドで涙袋、さりげなく。うん、いいんじゃない、こんな感じで。簡単めで、大急ぎメイクはだいたいこんな感じ、いつも。グリッターはつけなくていいや。まつげはやるか。アイライン、ちょっとさ、舐められたくないから。倉庫で男性多いよね、多分。跳ね上げようとしたけど無理だったわ。
本当は黒だけでいいかなって思ってたんだけど、ちょっとボケたっていうか下手だったので、結局ね、この赤で OK。オッケー。でまつげはちょっとマスカラベースするほどのことじゃない気がするんで、普通にこのメイベリーのスカイハイをビューラーで上げて塗る。本当はビューラーで上げて塗って乾いてから、なんかパリパリ、まつげがパリパリになってからもう一回ビューラーで上げるとすんごい上がるんだけど、ちょっと今日はいいや。こんな感じで終わり。何分でできた？あ、眉毛か。さすがに眉毛。じゃあ今日はこのエチュードのこのアイシャドウで眉毛描くわ。薄い色と混ぜて、目尻に行くほど色が濃い方が良いかと。やばい、汗滴ってる。そっか、汗滴ってるか。やっぱりこれ使うわ。ちゃんと目尻は色が、この目の口と目を結んだここまで描いた方がいいっていう言いますよね。OK。 まあ眉毛は見えないので。やばい、汗かいてる。よかった、今日そんなファンデーションを塗りたくっていなくて。もうここである程度落としとけばいいんだと思う。なんていうの、オフ、ティッシュオフ。あれか、ちょっとあれだけやるか、ハイライトだけ。ほっぺも入れるか。 RMK ですね。 RMK のスティックタイプのやつをちょっと指で。いいよね、こんなもんでね。ちょっとリップの色オレンジすぎるかな。まあいいか。 OK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 。 で今日はね、そう、あの倉庫に行くって言ったじゃん。やばいよね、もうめっちゃドキドキしてて、なんか初の倉庫バイトで、しかも初のタイミー単発バイトっていうのが初めてなの。めっちゃドキドキしてる。タイミーってみんな知ってる？なんかね、アプリなんだけど、なんかアプリで日にちとなんか場所をなんか身分登録みたいなのちゃんとして、あとになんか日にちと神奈川県とかでやるとめっちゃね、いろいろねバイトが出てくるので、倉庫とかなんか引っ越し業とか、あとセブンとか。でもなんかセブンとかそういうところはなんか経験者のみみたいなあのやつが多くて、そうだし、まあ、やっぱ時給も物によって変わるから、なんかやっぱそりゃいい方がいいじゃん、せっかく行くから。でなんか倉庫のバイトがやっぱ良くて、でね、この動きやすい作業着、なんかマジでさ、作業着なんてさ持ってないからさ、レナ、だからなんか買いました、ポロシャツを。ちょっと見せてあげよう。こんな感じのさ、ポロシャツなわけ。そう、ただの黒ポロシャツ500円でね、近くのなんかホームセンターみたいなところに売ってたの。でもなんか通気性いいし、やっぱ動きやすそう、なんかいい感じがする。で下はぶっとい GU のパンツですね。めっちゃ太いの、このねシルエットが可愛くて、このウエストで縛っててズボンはダボーみたいな、でポロシャツで真っ黒で、これでちょっと倉庫スタイルとしてやっていこうと思うわけ。結構いい感じだよね。そうで、なんか倉庫バイトの注意点としては、もうめちゃくちゃ夏は暑いんだって、汗かいちゃうんだって。やばい、レナせっかきだからさ、もう怖いんだけど、とりあえずあのレナの夏の味方、もう本当に汗っかきですから、この AG スプレー AG スプレー大事です。
脇とか、なんかおっぱいのところとか背中とかね、こうやっとくと、あの匂いが嫌じゃん。なんかさ、さすがにさ、レナの綺麗な汗しかかかないけどね、レナレベルになってくると臭いわけないんだけど、もしかしたら臭いかもしれないじゃん。だからこれやってます。夏はこれやるようにしてる。そんな感じだね。で、これからその倉庫バイトに向かうんだけど、ちょっとね、気合を入れるために食べたいものがあるので、ちょっとリビングで昼飯を食ってから行きます。ドン、味噌菌。そう、これをファンの方が路上ライブでプレゼントしてくれて、これさ、ほら、こういうこと。意味わかった？この倉庫バイトスタイルがね、このヒカキンさんじゃないのって思ったわけ。そうだから、私、まあなんかとっても美味しいと聞きますので、これを食べて気合を入れて倉庫バイトに行きたいと思います。はい、お湯沸かしてきます。いや、もうマジでさ、ずっと楽しみだったわけ、これが。開けます。オープン、オープン、オープン。僕の下積み時代を支えてくれたのはラーメンでした。人生が変わるその日もラーメンを食べてました。そんな僕が考えた元気の出る一杯です。ありがとう、ヒカキンさん。元気出して頑張ろうっていうことよ。じゃあ、もう本当にラーメンが大好きですので、私もヒカキンプレミアム味噌菌ということで、なんかね、再販とかされてるみたいで、なんか前よりは手に入りやすくなったらしいです。オープン。味噌菌特製香味油がついてます。え、美味しそうなんだけど、もうすでに濃厚味噌。あんまりね、レナ味噌ラーメン普段食べない、もっぱら家系豚骨醤油とかの方が普段食べるから、味噌はね、久しぶりに食べるの。はあ、もういい匂いがします。こんな感じで、具材はもやしとメンマとネギが入ってますね。5分だって。うわー、早く食べたい。トキ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 。っていうかさ、今日載せたい動画の編集が終わってないわけ。もう本当に倉庫バイトなんて言ってる場合じゃないのね。申し訳ないんだけどね。でも、もう行くしかないからね、こうなったら。あと見て見て、これグローブ、グローブも用意しました。軽荷物の運送、物流作業に最適。そう、なんかだから、あのタイミーがね、タイミーどんな感じなのっていう話なんだけど、なんかもうすごいのよ。ここにもう日付がこう日付になってて、もうこことか押すと、もうそのそこに適した、そこで募集がかかってるバイトがいっぱい出てくるわけで、まあ、その中で倉庫の中でもなんか軽作業とか、重い荷物を運ぶので男性限定とかね、まあ、そういうのも書いてくれてるわけ。だからそれを見て、で時給とかもしっかり見て、でなんか交通費とかを見て応募するっていう感じの流れなんだけど、お湯沸いたくさい。お湯入れます。5分なんでね、こう楽しみ。味噌菌食べれる日が来るなんて。5分、タイマースタート。やば、時間な、4分45秒。でタイミーの話なんだけど、なんかお気に入りのいいところ見つけて働いたら、たらなんか そこの現場の持ち物とか、だから服装とかも、動きやすい服とか、まあいろいろ書いてあるわけ。とか持ち物とか、今回はこうカッターとボールペンとグローブは任意で、持ってきたかったら持ってきてくださいみたいな感じだったから、で多分さ、そういうのって持ってった方がいいじゃん。で多分作業しやすくなるわけじゃん。なんか辛くなるのレナそうだなと思って、とりあえず持っていくことにしました。用意した。でなんかね、アマゾンとかで軍手とかこういうポロシャツとかこう買うのよりは、なんか近くのなんかホームセンターとかがやっぱ一番安いなって思いましたね。でね、タイミーのいいところなんだけど、働いたらすぐにタイミーのアプリの中のウォレット、残高のところにすぐお金が振り込まれる現場がほとんどで、だからなんかその会社からお金が入るっていうよりかは、タイミーにその会社が振り込んで即日だから、なんか月末締めとかじゃなくて、もうその日にそのタイミーにお金が入るんだって。
でタイミーにお金入って、それを自分の口座に引き下ろすのももうすぐやって OK らしくて、だから早くて明日とかにこの倉庫バイトの給料が入るの、めっちゃすごくない？最高と思って、ちょっととりあえず初タイミーなんですけどやってみることにしました。はい、頑張ります。ちょっと待って、パソコンのケース持ってこい、もうすぐ出ないとやばいわ。とりあえずさ、めっちゃ汗かいちゃったりするかもしれないから、一応替えの T シャツと、帰りさ汗だくで帰るの嫌じゃん、と、あのもしかしたらホコリっぽいかもしれないからマスクも一応持っていこうと思う。パソコン、今日の編集が終わっていないのでパソコン持っていくしかないの、これは。オッケーじゃない、鍵に入れて、キャップがちょうどいいかな。マジでなんかさ、そういうスタイルみたいじゃない？キャップもかぶろう。で、ボールペンとカッターね。モバイルバッテリーは？モバイルバッテリーがない。あ、上で充電してんのか。うわー、家出る前に言ってくれるよ、モバイルバッテリー持ちなって。本当に忘れちゃうの、レナっていつも。ヘッドフォンと帽子、グローブ入れた。オッケー。フィルムは今日はいらないんじゃないのって。フィルムは今日はいらないね。はい、ラーメンできました。いただきます。わー、なんかこんなに急いで食べるのが申し訳ないけど、きっとヒカキンさんもあの YouTube の下積み時代みたいなのはコンビニバイトと掛け持ち してみたいな話してて、多分ね、そういう忙しい中でこういうラーメンにさせられてきたみたいな。ちょっと油入れちゃいますね。美味しくいただきます。これ全部入れちゃいます。多分分かってくれると思う、レナの気持ち。こんな世話しなく食べてすみません。ヒカキンさん、いただきます。オイル入れて混ぜます。ふわ、めっちゃいい匂いする。あちぃ、でもめっちゃ汗かいちゃいそう。まあいいや。あー、いい匂い。麺はこんな感じ。いただきます。うん、うまーい。なんだろう、あの味噌の甘みが、うん、メンマもうまい。いいね、なんかうまー。白味噌なんだ。なんかね、味噌が濃厚で濃いんだけど、なんだろう、なんか比較的優しいかも。ちょっと味噌の甘みとニンニクも入ってるね。香ばしい感じ。うまっ。やばい、これは元気出るわ。え、そうだよね、生姜も入ってるよね。なんか、なんだろう、なんかスープをクッと飲んだ時に結構華やかかも。華やか系の味噌。料理酒も入ってんのかな。なんかね、ちょっとね、お酒っぽいね。お酒は入ってないのか。でも香辛料、ニンニク、生姜、唐辛子、胡椒、山椒が入ってるみたい。うまっ。スープうますぎる。こっちをママに食わしたいな。帰ってくると思うんだよな、そろそろ。ママ？味噌菌うまいぞ。食べる？うまー。なんかレナ本当にさ、辛いラーメンが好きで、カップ麺とかさ結構辛いのばっかり食べちゃうんだけど、これさ別に辛いわけじゃないじゃん。でもなんかすっごいうまいんだけど。うん、麺もうまいわ。ちょっとこの縮れのスープとの絡まりもよく。とヒカキンさんといえばさ、なんかさスーパーでアルバイトしてたみたいな、 YouTube 始めるとき。レナも最近さ、コンビニでもちょっと掛け持ちでアルバイト始めて週1回とかしか入んないんだけど、だからなんかさ、コンビニの商品系のレビューとか増えるかもしんない。誘惑がすごいの。うますぎた。マジでスープがうまい。あー、うまい。染み渡るわ。なんだろう、スープめっちゃうまいな。やばい、めっちゃ汗だく。始まる前にさっきのスプレーやっといてよかった。なんかポカポカするもん。なんか辛い系じゃないけどさ、なんか
やっぱ香辛料が入ってるからかな。うまかった。最高でした。え、絶対また食いたいわって感じくらい美味しかったです。よし、ちょっと時間がやばいので、やばい、汗めっちゃかいちゃった。化粧崩れまくりかな。ちょっととりあえず急いで倉庫に向かいます。ちょっとさ、倉庫の中とかさ、どんなかはさ、もちろん映せないんだけど、ちょっと感想とちょっとドキドキっていう感じをちょっとまた動画撮りたいと思います。じゃあ一回止めます。今倉庫のバイトが終わって外に出てきました。ですね、めちゃくちゃ楽しかったです。なんかね、レナが今日やったのはゴルフウェアのアパレルブランドの通販された商品を、一人のお客様の伝票を見ながら大きい倉庫の中を練り歩いて、なんか地図を見ながら、もう 何千とある商品の中から数量とかカラーとか品番とかを見ながら段ボールにピックアップするっていうお仕事でした。なんかそう、最初めっちゃドキドキでさ、もう超いっぱいメモして最初の説明聞いて、なんかその最初の説明もめちゃくちゃ丁寧ですっごい分かりやすくて超助かっちゃった。そう、すっごい丁寧だった。もうなんか小学生で教えてくれるみたいな感じですっごい丁寧に教えてくれて、レナメモ取ってみたいな感じで、ね、今日は初日でめっちゃ短いんだけど5時間半やったんだけど、めっちゃあっという間で、しかもなんかさ、倉庫ってなんかさ、なんつうの、あのコストコ、よく言えばコストコみたいな感じなのよ。なんかすっごい天井広くて、でかくて棚がいっぱいあって、めっちゃ大きいカートがあったりとか、めっちゃでっかい、ありえないくらいでかい段ボールがあったので、なんかワクワク味がありました。しかもなんか今日のそのピックアップのお仕事っていうやつだったんだけど、なんかね、まあ、伝票の暗号を見ながら商品を探すみたいな感じで、間違えたらやばいみたいなドキドキ感はありますが、まあ簡単だし、なんかアパレルのブランドのピックアップのお仕事だったので、なんか軽いからめっちゃ簡単で、なんか一人こうちっちゃい台車を持って大きい段ボールをセットして倉庫を練り歩いて、一個ずつ服とかを入れるみたいな感じのお仕事でした。めっちゃ楽しかった。しかもなんか多分社員さんが、まあ、何人かいて、社員さんはみんなめっちゃなんか声も大きくてハキハキしてて優しいし、そうなんか小学生に教えるみたいな感じでめっちゃ丁寧に教えてくれるし、何でも聞いてねみたいな感じで言ってくれるし、なんか疲れるよねみたいな声かけもしてくれてめっちゃ優しいっていう感じで、なんか後の派遣の方は多分レナの同じ時間のタイミーの募集は5名だったんだけど、それ以外にも多分20人くらいいて、みんなで1個ずつカートを持って練り歩いてみたいな感じだから、一人作業だから、なんかそのほとんど派遣の人たちはなんかおじさんがまあ多かったけど、でもなんかあの重いものとか、あー取れないみたいな、なんか在庫は上に置いてあってみたいな、それを通んなきゃいけないので、そういうのはなんかおじさん助けてくれるし、なんか別にこうやってチームワーク発揮しなきゃいけないみたいな作業でもないけど、なんかみんな助けてくれるしって感じで、しかもなんかレナのタイミーで応募したタイミーの5名のその枠の中にレナとすごい年が近い女性の方がいらっしゃって、なんかあーみたいな、初めてですかみたいな感じの会話もしつつっていう感じで、めっちゃなんかあのすごくね、すごく楽しかったです。はい、なんかやっぱりめっちゃ練り歩くから、重いものを運ぶわけじゃないけど、若干足の疲労感はありますが、まあ余裕ですね。こっからね、そうバスで帰るっていう感じになります。もうめっちゃ工業地帯、倉庫地帯、なんかさ、あれな、もう前からね、倉庫とかなんか工場とかにすごい興味があるわけ。まあ、この話今度ゆっくりするわ。でもすっごいよくふとした瞬間にその工場とかについてすごいよく考えるんですよ。
だからなんか初めてこういう大きい倉庫とかに入ってなんかすごい感動しました。はい、ありがとうございましたっていう感じで、でなんかタイミーはなんかその出勤したらタイミーさんですよねみたいな感じで言われて、タイミーさん用の QR コードみたいなのがあって、それをアプリからピッて出勤退勤で読み込んで終わりっていう感じで、なんかね多分あとちょっとでなんか振り込みみたいな感じになってたので、ちょっとお金がちゃんと入るかまだ不安ですが、あとなんかこの後多分そのあれですね、今日かデビューみたいなのをお互いに送ってやっとお金が入るのかな。でもすごい楽しかったです。なんかまたここ来たいなって、多分当たりにいた気がします。なんかショートの温度も別にまあちょっと暑かったけど、まあ、扇風機とかあるから別にそんななんか苦ではないで、あ、バスが来ました。じゃあ今日の動画はそんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。あ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。